これから第2部の方に移りたいというふうに思いますが、第1部のところ今どういうことかなというふうに私なりにも考えてたんですけども、まあ、3つぐらいに議論の中身があったかなと。1つはやっぱり最後石村さんからもご発言いただきましたけど、やっぱり投票率とか政治に興味ある興味ないみたいな問題もあるんですけど、そもそもやっぱり課題ドリブンであると、やっぱり地域や国の課題、それぞれあるいは身近な課題も含めて、どういうふうに課題を設定して、でその解決策の手法の一つとして政治があり、でその、若者が特にその課題に興味を示す、どういうことが課題なんだというようなこと、まあ、課題ドリブンであるということが一つと、あと二つ目はやっぱりさも去りながらやっぱりデジタル、ネット、こういったものは非常に重要であるし、伊藤さんが言う通り、もう生まれた時からネットに触れてるわけであって、水道みたいなもので活用することはあくまでも前提すると。でその上で、じゃあ課題を解決する上でどういうふうにデジタル技術を使っていったらいいのかと、つくば市のいろんな意味でのトライアルを含めて、技術的な部分ではいろんな意味で超えられそうだけれども、それをじゃあいかに本当に活用していくのかというようなところと、あと3つ目は従来型メディアに対する、やはりいろんな意味で、まあ、ストレートに言うと機能していないんじゃないのかということだったり、あるいはじゃあ従来型メディアがやっぱり課題を設定するっていう意味であったり、課題をに対して非常にその皆さんの注目を集めるっていう意味では非常に大きな役割をなすわけですけれども、それがじゃあどうやってそのデジタル技術なんかも活用しながら、どうやってその国民あるいはそれぞれの地域の皆さんに情報を出していくのかみたいなことが議論された非常に濃い中身だったというふうに思います。2部はですね、今から早速ご3名の方に問題提起を頂戴したいなというふうに思っておりまして、少しそもそもの主権者教育だったり主権者としての意識改革みたいな割と本質的なところでですね、少し問題提起をいただきたいなというふうに思っています。1番目の問題提起、室橋さん、日本若者協議会の室橋さんからですね、まずはぜひ口火を切っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。室橋さんどうぞ。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ資料を共有させていただいて、で前回も少し話している部分、まあ、少し重複するんですけど、5分なので手短に話させていただければなと思います。で、まあ、主権者意識の女性に向けた取り組みの底上げ拡大というところ で基本的に日本で、まあ、これも説明細かいところ省いてしまうんですけど、その政治参加を高める上で、まあ、重要な要素として大きく言われている、まあ、日本で特に足りないと指摘されている部分は大きく3つで、まあ、1つ目が知識、市民的スキル、要は具体的な事象を扱ったりだったりとか、あとはフレームワーク、まあ、先ほどからずっと出てますけど、模擬投票とか陳情とかデモとか、あくまで手段としての、まあ、政治の参加のツールっていうのの、まあ、知識だったりとか実際に参加の経験みたいなところっていうところ、あと政治的有効性感覚っていう、まあ、実際に投票しても意味あるとかそういうことですね。であとは3番目で動員という形で、もう大きく分類するとこの3つ で主に海外で行われているのをまとめているんですけど、で基本的には日本でなかなか行われていなくて、で主権者教育なんかはやっぱ実際の社会問題を取り扱うっていうのは、まあ後でも触れますけどなかなか難しいところと、あとは投票以外の参加のツールっていうのもなかなか教えられていない。であとは選挙小屋みたいな形で学校外で政治家と気軽に話す場所みたいなのも、やはり選挙ルールが厳しくてなかなかできていなかったりとか、あとは政党青年部なんかも基本的には向こうだと学生、中学生とか高校生の頃から政策提言とかを党本部に対してやってるんですけど、まあ、そういう試みもほとんど行われていない。であとは家庭内での議論もなかなかそういうのもないっていうところで、で2番目のところの政治的有効性感覚とか、まあ、行動のための技能っていうところで、まあ、よく、まあ、これはよく国連からも指摘されてますけど、子どもの権利がやっぱり日本では重視されていないっていうところで、やっぱり学校内でもまず向こうの方だと、まあ、ヨーロッパだと幼稚園の頃からその子どもに意見を聞いて、実際遊具の使い方とか給食とか、であとは学校運営の生徒参加っていうところで、実際に今校則だったりとか授業内容の見直しに学生が参加しているっていう取り組みも、まあ、日本だとほぼ行われていないところと、
あとは学校外で若者協議会とか若者議会とか、あとは地域国政の、まあ、それはまさに先ほど課題っていうところもありましたけど、そういう身近な課題に学生の頃から参加するっていう取り組みもほとんど行われていないっていう。であと3番目で動員というところで、同世代からの呼びかけも未だに学校内での政治活動が禁止されているので、まあ、そういう試みもなかなか行われていなかったり、生徒会主催の公開討論会みたいなのもなかなかできていないというところ、まあ、ここら辺がやっぱり大枠としては足りていないでいうところだなというふうに認識はしてます。で、具体的にいくつか論点というか課題をもう少し深掘りすると、やっぱりその脱政治化と再政治化という、まあ、よく言われますけど、その1970年代からずっと脱政治化されてきたところ で1969年通達ってよく言われるんですけど、まあ、政治を扱わないというところで基本的には政治教育というのはほとんど行われてこなかった。で、それが2015年通知で方向性としては転換したんですけど、ただ未だに教員は個人的な主義主張を述べることは避けみたいな形でなかなか踏み切れていないっていうところに加えて、あとはやっぱり政治的中立性の解釈っていうのが、これは多分解釈がまあ間違っているという自分は認識なんですけど、その日本だと中立性を確保するために意見の分かれるテーマは扱わないという形で、その通知では具体的な事象を取り扱うようにというふうに言われてはいるんですけど、実際の現場の教員からすると実際に取り扱うと、まあ、教育委員会だったりとか政治家から介入されて注意されるので、まあ、現場が萎縮してしまっているというところで、まあ、なかなか実践に結びついていないというのが非常に大きな課題になっています。で、もう一個、まあ、海外じゃあ具体的にどうやってるかっていうと、まあ、先ほどネガティブリストっていうお話も西田先生からありましたけど、まさにまあそういった形でガイドラインを策定していて、まあ、中立性を多様な視点を取り扱うことで中立性を担保している、確保しているっていうのは、まあ、積極的な政治的中立性で、まあ、これはやっぱり前提として唯一の正解は存在しないっていうのがあるので、まあ、例えばドイツのボイテスバハコンセンサスだと、まあ、3つの方針を決めていて圧倒しないだったりとか、議論があるものは議論があるものとして扱う。あとは逆に生徒が自分で利害とか関心を見つけられるようになるべくその阻害しないというところですね。で、それを実現するための政治教育センターとかそういう機能も、まあ、整っていると。で、最後に学校外でじゃあどういう政治参加の促進のための課題があるかというところで、まあ、加えて前回のに加えての提示なんですけど、やっぱりその若者の社会参加を促すための仕組み、そもそもその推奨する雰囲気みたいなのがやっぱり日本だと全然足りていなくて、例えばデモ休暇だったりとか若者議会の参加みたいなのも学校を休んで参加する権利みたいなのが無効だったりするので、むしろ社会的にそれが参加を推奨しているという空気があるんですけど、日本だとデモとかに参加すると非常に叩かれてたりするんで、まあ、そういう空気はまた違うというところと、あとは学校っていうところでもやっぱり教員がデモに参加したりするのも普通に無効で行われているので、まあ、それをやっぱり生徒あとは若者の権限をまあどう与えるかっていうところでも、やっぱりその学校内民主主義なんかヨーロッパだと1970年代ぐらいから実現したりとか、あと前回新城市の事例も紹介ありましたけど、やっぱり若者議会もちゃんと予算を置いている。で、若者団体もまあ継続的に活動できるように、まあ例えばスウェーデンだと30億円若者団体に支援金を出しているっていうところ、あと細かい選挙ルールとか、あと、まあ、先ほど政治報道ちゃんとやってますって話あったんですけど、やっぱ2019年の参院選なんか見ると2016年の参院選に比べると選挙報道3割ぐらい減っているので、で、普段の政治討論番組も減っているという量的な問題もあるし、あと質的な課題もあるというところで、まあ、ここら辺をクリアしないとなかなか若者の政治参加は進まないんじゃないかなというふうには思ってます。はい、ちょっと手短ですが以上になります。室橋さん、ありがとうございます。そうしましたら明治大学の、鈴木先生、はい、ぜひですね、北欧の事例なんかも含めて、はいはい、海外の事例なんかも交えながら、お話しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどの議論で面白いなと思ったのが、玉塚さんもおっしゃってましたけれども、その政治に関心があるかって聞くっていうのはちょっと違う課題ドリブンっていうことだと思うんですけど、政治に関心がありますかって日本とスウェーデンで若者に聞くと、これ内閣府の調査ですけど、そんな変わんないんですね。まあ、日本の方が若干低いぐらいかなと。で、だけど投票率を見ると日本の若者は3人に1人がしか投票に行っていなくて、で20代ですけど、スウェーデンでは8割が行ってる。
つまり5割、どっちも5割ぐらいが関心って言ってるのに、関心なくたって俺は投票に行くぜっていうのがまあいる、それがまあスウェーデンという社会だなと思っていて、まあ、その話をちょっとさせていただきたいと思います。あの模擬投票の話もちょっと出てましたが、あのスウェーデンもですね、実際の総選挙の前に、学校選挙という模擬投票、あの実際の投票用紙を使った形での投票をやってまして、でそれも全部全国的に集計をされて、最終的にはあの、メディアに出てくるので、政治家たちも各党の政治家たちもかなり必死です。で今画面共有させていただいてますが、あのこれ高校なんですけれども、高校で選挙、総選挙の2日前 の高校の体育館です。あの地元の選挙、ごめんなさい、 地元の、各党の代表がですね、高校やってきて、で別にこれ参加は自由なんですけど、高校生がまあわらわらと座っててですね、あの見てもそんな柄良くないと思うんですね。ここに座ってあの後ろの方にいるのもなんか帽子かぶってあのええ加減にやってる感じですけど、彼らがですね、あの前の、壇上にいるのが、主要政党の代表者が来てるんですが、その代表者に対して、まあ、いろんな質問をするんですね。でちょっと一つビデオをお見せしたいんですが、あの、まあ、スウェーデン語なので雰囲気だけなんですけど、ちょっとやりますね。これ何をお見せしたいかというと、この最後のヒューヒューです。あのこれも先ほど出てたと思うんですけど、どっちかというと日本だと投票に行くのは先生の言うこと聞く真面目なあの頭のいい子というか、あの点数を取る子みたいな感じの子たちが行くわけですけど、こっちではそんなことないわけですね。今あのスウェーデン語で何言ってたかというと、日本語に訳すと、あのもう菅なんかいいからもう枝野を立てるぞって言って、あのだから投票しろって、あのうちの立憲民主に投票しろみたいなこと言って、うわーって盛り上がってるやつなんですね。でこれでいいと思うんですよ。そのどうしても日本ってその教育、社会科という教育の中でやってしまっているために、その投票自身も政治自身も教育、その小難しいもの難しいものという対象になってしまっていて、でそれについてくる子は頭のいい子、すごく、まあ、モラルがある子っていうことで、そうじゃない、あの俺は不良だから別に行かねえよみたいなやつは行かないと。そうじゃないんですよね。あの自分の権利なんだから、自分で言いたいことがあって、それを自分の考えてることがあって、自分が住んでる社会なんだから、それを何とかしようぜ、そういう感じがこうビンビン伝わってくるのがですね、スウェーデンの、まあ、高校の感じなんですね。であとですね、ちょっとだけお示ししたかったのが、あのこれスウェーデンの社会科の教科書って、僕あの本でも出してるやつなんですけど、あのこれ小学校高学年、4年生から6年生の教科書なんですが、そこに規則に関して書いてあると思うんですね。で規則に関して、この絵もこの挿絵が入ってるんですけども、その規則を守りましょうっていうのは当然最初に書いてあるんですが、でも社会は変わるんだから、あのそういう決まりも変わってくると。だから自分がこの髪型がいいと思ったら、最初はみんなにこう絵みたいにええと思われてるかもしれないけど、やんなさい、そういうふうに言ってるわけですね。そこのところがやっぱり日本の学校って、今ブラック校則とかいう話もありますけど、その学校での規則を守らないといい大人になれませんよみたいな、あるいはもっと直近の話で言うと内意内心が取れませんよみたいなことを言って縛りつけて、それに対してまあ、ちょっとずつものを言う学校が出てきたのも知ってますけど、でも大したことを言えず、決まりはもともと与えられるもんだっていう状況で18まで過ごして、で18で突然ですね、あんた選挙権あるから行きなさいって言ったらできませんよ。そういう話じゃないのかなって僕なんかは思ってます。あと、まあ、すみません、最後にもう一つ。これも、小学校の教科書の中に書いてあることなんですけど、こんなふうに言うんですね。もし自分の、その自由時間の遊び場が閉鎖されないようにするためにはどうしたらいいのか。署名集めなさい、投書しなさい、人々を集めてデモしなさい、政治家に直接連絡しなさいって書いてあって、このページの隣にですね、実際にこうやってデモしている写真が出てくるんですね。で、こうやってやるんだよっていうのが出てるわけです。まあ、結局ですね、こういうようなことをやっているから、やっぱりその投票率も結びついているし、ということなんだと思うんですね。先ほどの会に西田先生が、
安心して政治について語れる場が必要だというお話をされてましたけれども、それは学校であるべきなんじゃないのかな。スウェーデンではそれは学校でやってるよな、そう思いました。以上です。ありがとうございます。今の話に流れの形でですね、早川さん、あの岐阜市の教育委員会教育長で、あの学校の先生も現場でご経験されてらっしゃるということで、ぜひ今のスウェーデンなんかの話の流れを受けて、あの岐阜市でもいろいろさまざまな取り組みされてらっしゃいますけども、ぜひその辺ご披露いただきたいと思います。よろしくお願いします。早川さん、市教育、市全市の教育は、はい、あら聞こえます、ちょっと音が、学校も、あ、聞こえませんか、ごめんなさい、聞こえますか、聞こえてます、入ってます、入ってます、はい、すみません、はい、学校も主権者教育や教育はしておりまして、技術の未来を考えようとか庁舎の跡地活用、選挙について考えようなど、住みよい技術にするためにどうしたらいいかをテーマに調べて、市長や選挙をゲスト記者に呼んだりする、セレモニー投票もする。早川さん、早川さん、すいません、ちょっとあの声が途切れ途切れになるんで。特徴のある取り組みとしては、弁護士会にとって、早川さん、教育を全市的に展開して、まさに主権者教育をやっているわけです。早川さん、すみません、あの、ちょっと声がものすごい途切れ途切れになっちゃって、画面切っていただいて、ちょっと音声だけでお話しいただけますか、もう一度トライしてもらいます。画面切ってください。どうぞ、ちょっと一回話してみてください。早川さん。どうぞ。抜けられましたね。聞こえますか。聞こえますけど、あの声がちょっと途切れ途切れなんですよね。じゃあお話しいただけますかね。ちょっと難しかったら事務局でちょっとあの対処考えます。ちょっと話してみてください。あのちょっとそのやってられないですね。あの菅野さん、あ、菅野さんか、ごめんなさい、菅野さん、あの後半部から参加していただいて、明治大学の学生さんということで、菅野さんはスウェーデン行ったんですか。あ、残念、ダメですか。あ、もうダメだったんで、そんじゃったな。もしもし、あ、大丈夫です、菅野さん、ごめん、ちょっと待って、あ、早川さん大丈夫になりましたんで、ごめんなさい、ごめんなさい、一人でやります。はい、学校も主権者教育やってるんですが、例えば牛市の未来を考えようとか、庁舎の跡地活用とか、選挙について考えようなど、住みよい牛市にするためにいろんなテーマで調べ、市長や選管をゲストティーチャーに呼んでいます。まあ、特色ある活動としては弁護士会と、組んで法教育を全市的に展開して、まさに主権者教育やっております。全学校がコミュニティスクールになっており、外部講師も活用しております。まあ、外部講師は大変評判がいいわけですが、まあ、そうした活動は各学校のアグラと名付けたアクティブラーニングのための教室で行っております。アグラを何回経験したかがまさに民主主義の実感としてあるわけでして、まあ、大学のように小中高もアグラの設置を提言 していきたいと思います。から2つ目の提言としては、今回岐阜市のいじめ防止条例を全面改定しましたが、まあ、その過程で私が生徒とディスカッションをして、パブリックコメントを1000件以上寄せてくれて、当事者の生徒との意見を条例に反映することができました。で、今後子どもが関係する条例はぜひ参画してもらうようにしたいというふうに思っております。またある小学校ではプールを作るか、民間プールの活用がいいか、児童に意見を聞き、まあ、政策決定の参考にしました。まあ、日常的に校則の見直しなどしております。まあ、地方自治の事業として市議会を傍聴する中学校もあります。トイレの様式化など、こんな話がされているのかと驚いておりました。まあ、1人1タブレットは導入済みですので、アンケートが容易に取ることができるようになりました。プールが必要かどうか、いじめの対策が学校でしっかり行われているかどうかなど、小学校2万人、中学校1万人から直接アンケートを取ることができます。
まあ、あの地区ごとの投票率がどんなふうになっていて、その学びが中学校の時どうだったのかということを関連性を見るようなことも興味ありまして、学校はこれからビッグデータを見る持つことになりますので、ぜひ企業とフィールドを提供して研究してもらいたいということも思います。まあ、このようにいろいろ取り組んでいるわけですが、あの実際に多くの子どもたちは、若者たちは現実にいろんな生活の中に違和感を持っていると思います。でその違和感こそが次の時代を持つ可能性で、これを大切にされるべきだと思います。まあ、多くの違和感はストレスになって不安や孤独につながりやすく、その不安は攻撃性に転化していじめの加害になることもあるわけです。うちにこもれば不登校とか引きこもり、ゲーム依存になります。まあ、そうした違和感をダイナモとして物を申すことが未来の選択へつながっていくんだろうと。で実はまあ今回のテーマというのは学校の根本的な問題を表しているわけで、まあ学校の先生の評判というのは団結力のある学校で手がよく上がる、授業をするのがいい先生だということを言われておりまして、まあ、それは学級法を母体にしているその学校経営になるということになります。で特に公立高校が、公立学校が優位にある地方においては、あの内心を上げるという目標のために先生に認められようと自分らしさを抑える傾向があります。成績を良くするためにさまざまな役割演じを強いられている。先生に話したいことはあるけれど忙しそうで話しかけられない、僕らは大人が思っている以上に複雑な世界に生きているって子どもを言ってくれました。まあ、外枠からはめられている人間関係に勢力を使ってストレスをためるような精神気はもったいないわけで、この同調圧力や、適応過剰を、取り除く必要がある。で一方校長たちは幾度に、素直だけど主体性がないっていう子どもたちを評価するわけですが、まあ、素直なら主体性はなくなって、主体性を重視すれば素直ではなくなるわけで、結局のところ扱いやすい素直でいてほしいということで、あらゆる場面でまあそうしたことが学校の中で求められてしまっている。で教師にとって不都合の中にその主体性を見出すことが大事で、まあ、そこで私も提言の3つ目としては、現在学級数に応じて教員配当をしている義務標準法の仕組みを児童生徒数に応じての配当に変えるべきだというふうに提言したいと思います。まあ、今の子どもたちはゲームやネットなど小さな世界を持っていて、そこの中で自己有用感とか達成感を味わっていますが、その世界はあっという間に崩壊してしまいます。まあ、反動で極端な攻撃性を持つ場合もありますが、まあ、そうした子どもたちに大きな物語を見せる必要があるんだろうと。大きな物語を見せるためには、それはやはり企業とか地域の大人だろうと。でコールマンプラウデン報告というのがありますが、子どもへの好ましい影響は学校の施設、それから教員の質、親の経済力というようにその順番になっているわけですが、それよりも親の接し方が大事で、その親の接し方と同じ教育力が地域の教育力の集合体としてあるということが我々の研究からも分かってまいりました。それを集合的有用感といいますが、地域を子どもに育てよう、子どもを育てようという意識はふるさと教育や、子どもの学力に影響しているということが我々の、データでも分かりました。で学校は多様であろうとするけど、結局は競争的で確実的になっている面があるということで、地域の大人や、企業が入ることで、指標は多様になるということは、まあ、今までおそらく指摘されていることだと思います。で4つ目に、その突破口として私も考えているのは、不登校特例校という学校を提案したいということです。学校のありように適応している子は、まあ、教育効果が高いけれど、そうでない子は苦しい場所になっているわけです。で適応できない子がいることのが自然であって、まあ、そこに未来を開く可能性があり、不登校であったという有名人はたくさんいらっしゃいます。共通のゴールに向けた確実的レディメイドの教育から、個別最適化されたオーダーメイドの教育へ、学びは多様であるべきで、あなたに合わせたもう一つの学校がありますよというのが、今春、開校の不登校特例校草潤中学校のコンセプトです。ありのままの君を受け入れる新しい形ということで、一人一人と相談の上カリキュラムを作り、登校とオンラインを組み合わせ、必要に応じて必要なだけ、便に選べる学び方をします。でナショナルカリキュラムは1015時間になっていますが、タブレットの活用など効率化させることによって770時間にし、生み出した時間を、社会課題の解決や自分の興味関心に合った学びができるようにしていきます。学校の復帰を目標にするのではなくて、社会的自立を目標にすることで、子どもたちの持っている違和感が次の時代を作り上げる才能につながっていけばと思います。まあ、不登校のための学校ではなくて未来の学校であるといいます。従来の学校のあり方を見直す取り組みは、イエナプランとかバカロレアあります。フリースクールもそうだと思いますが、我々は効率で取り組み意味があって、考えていますが、まあ、一定規模以上の自治体には今後そうしたことが
必要だということもあります。義務教育は機会均等と質の向上と言われて、どこの地域に住んでも同じ水準の教育が受けられるということになっておりますが、今後は一定規模の自治体の中ではさまざまな多様な学校を用意することによって、総体として教育の機会均等を保障する考え方に変えていく必要もあるんではないかと、いうことを、まあ、提言させていただいて、学校はもっと民主主義という言葉を意識させた方がいいなというふうに皆さんのお話から聞いて思いました。民主主義は面倒だけど最良の方法であるということを、まあ、いろんな場で話し合いの中で伝えていく必要があると思いました。どうもすいませんでした。聞こえず、早川さん、ありがとうございます。でも非常に重たい提言で、そもそもその学級っていう仕組みに依存してて、まあ、一人の先生に依存してて、で確率的にならざるを得なくて、でやはり、物申そうとしてもなかなかそういうふうな形にならない、あるいは素直だけど主体性がないみたいに校長先生は言うみたいな、すごい根本的なところにその風穴を当てようとされてるわけですけど、一方ちょっとそこから少し上の話になっちゃうかもしれませんけど、室橋さんが冒頭その教育の現場でやっぱり政治的中立性で、日本の場合はその消極的な中立性で、本当は積極的な政治的中立性であるべきだ、学校現場なんかもっていうことなんですけど、先生ご自身も ご経験されて、このちょっと一個上のレイヤーの話ですけど、政治的中立性とか政治に対する教育とか、その辺については何かご意見ございます？ですね、先日もそのプール作るか作らないかっていう問題について話し合ったときは、やはり議員さんもそれを話し合うさせることはどうなんだっていうようなことで反対意見もございましたが、それは作った方がいい、いや民間プールの方がいいっていうのを前段階で話し合って、その立場をひっくり返すっていう、まあ、ディベートみたいな方式でやることによって、まあ、その政治的中立性は両方の立場から考えることができるということで、まあ、それは話し合いの仕方で担保できるっていうふうに思ってます。ございます。それではここから第2部の議論に入りたいんですが、まずですね、菅野さんと小沢直美さんからご参加されて、まず菅野さんから自己紹介と、あれ、行かれてたんでしたっけ？すみません、菅野と申します。あ、ごめんなさい、菅野さん、ごめんなさい、菅野さん、菅野さんのこと大好きなんで、すみません、間違えて、菅野さん、ごめんなさい。ちょっと自己紹介と今の話聞いて何かご意見あれば、まず最初冒頭ご意見ください。次、小沢直美さん行きます。はい、ありがとうございます。明治大学の、国際日本学部4年生、学部生の4年生の加野武史と申します。もう数日で明治大学は卒業して、新卒で、IT メディア関係の会社に新卒として入社させていただきます。まあ、今のお話を聞いて、まあ、その本当に15時50分ぐらいから参加させていただいて、ちょっと別の用事があったので、そこからのお話しか聞いてないのであれなんですけれども、これはあれですかね、私がスウェーデンに行ったりとか、スウェーデンの学生の方々とお話をした上での、今現在の日本の、まあ、若者に限らず、そういったところの政治的な意識の差とか、そういったところについてお話をすればいいのでしょうか？どういう、ね、菅野さんがやっぱり、例えばスウェーデンにもし行かれたんだとしたら、そこで受けた印象だとか、で逆に言うと、これから我々大人としては、皆さんの世代がやっぱり未来を選択するわけであって、はい、その皆さんの世代がもっとやっぱり政治だったりとか地域の課題解決に積極的に参加するべきだっていうふうに思ってるわけですが、まあそんなようなことに対して若者世代としてぶっちゃけどんなふうに感じてるかとか、その辺を遠慮なくお話しいただいたらいいと思いますね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、スウェーデンに行って感じたことみたいなところで言うと、なんかこの問題、政治的な意識の課題って当然ながら若者だけに限らないと思うんですよね。その全体的なところ、全年代に適用するお話だと思うんですけれども、まずスウェーデンと日本の大きな違いとして、まずデフォルトとして政治家だったりとかに対する信頼度が全く違うんですね。もう日本ではある意味、もう政治家の言うことイコール信用できないってことだったりとか、何か裏があるとか、もう本当に素直に受け取ることができないっていうのが、まず、いろんな我々世代の、同年代の仲間たちと話していて感じています。ただ一方スウェーデンは、信用してるかしてないかみたいなところは
まあ、信用していますと。その理由としてもう政治が ものすごくデータドリブンでいろんなものを動かしてるんですね。でそのデータをすべて公表して、分かりやすい形で、国民に示されているので、そこにアクセスさえすればもう全部内容が分かるといったところになっていますと。で一つ一つの政策に対するポリシーとかもものすごく明確で、それを、一つ一つ丁寧に公表してるんですね。ただ、日本の国会とかのお話を聞いていても、なんかそのただの口喧嘩のような形になってしまっているとか、そういった現状もありますし、ものすごくそこの違いは感じていて、そこでもうスウェーデンの若者の方々と我々で話をするときに、もう前提条件が全然違うんだなみたいなところがぶっちゃけ感じております。そして、若者に限らず全員なんですけれども、私が結構このお話に限らず考えていることとして、なんか国民の思考様式みたいなところで、スウェーデンは共感型なんですよね、エンパシー型で、日本はものすごくどちらかというとジャッジメント型だと思っていて、この教育は、将来の子どもたちにとって適切だろうとか、こういったものは若者にとってふさわしくないとか、なんかそういうジャッジメントを勝手に第三者が行って、それをそのままなんていうんですかね、判断してしまっているような傾向がある一方で、スウェーデンは、ちょっと日本では受け入れがたいような考え方だったりとかに対しても、なんかそれいいよねとか、なんかちょっと共感して、その上で建設的な議論をしているような印象を受けているので、なんかそうですね、その辺のも学生に限らず、なんか国民性の違いみたいなところは率直に感じました。菅野さん、ありがとうございます。非常に分かりやすい説明です。小沢さん、これいらっしゃいます？あ、ごめんなさい、すいません、遅れて申し訳ございません。明治大学4年の、はい、聞こえますか？聞こえますよ。ちょっと野外で近くにその Wi-Fi と静かな場所がなくて、野外からの参加になってしまって大変申し訳ございません。はい、自己紹介と、はい、今の議論どこまでちょっと、はい、聞いてたか分かんないけれども、はい、若者の政治参画みたいなことで、はい、ちょっと感じてることをできたら90秒ぐらいで、あ、はい、分かりました。簡潔にまとめてお話しいただけますか？はいはい、かしこまりました。明治大学4年の小沢夏樹です。先ほど入ったばかりなので、ちょっと話の全体をつかめてないんですけれども、まあ、政治意識としては、そうですね、日本の若者でいうと、関心を持つ人と関心を持っても話せない人と話せる人の3分化されているなと思っていて、私はありがたいことに政治のことを話せる友達もいれば、友達の友達だとそういうことを話すとちょっと、なんていうんですかね、意識が高いっていう風に思われちゃったりとか、そもそも政治って何だろうとか、政治ってこう思うよねとか、もっとこうしたいよねっていうことを、まあ、言いやすくはない、言いにくい社会なのかなっていう風に思ってはいます。はい、ちょっと現状すいません、ちょっとうまくまとめられるなんですが、ありがとうございます。ちょっとじゃあこのまんま外であれだけど、ぜひ参加してください。はい、すいません、はい、また何かちょっと気づきがあったらぜひご発言ください。はい、で今のお三方の話を受けて、ちょっと皆さんのいろんな角度でご意見いただきたいんですが、いかがでしょうか？あ、伊藤さん手を挙げてくれてるんだよね。あ、そうですね、まあ、はい、お願いします。はい、そうですね、まあ、なんか教育みたいなところでいくと、まあ、僕らってその聖徳太子に対しては、なんか聖徳太子は多分10回ぐらい授業で習ったと思うんですけど、その政治、具体的な政治の動かし方みたいな、本当に多分習ったことがなくて、まあ、僕も正直高校生まで政治って本当に興味なかったんですよ。ただその、まあ、たまたま衆議院選挙の時に、まあ、たまたま信号待ち暇な時、街頭演説してた議員さんがいて、まあ、ちょっとまあ興味があってら話しかけて、まあ、こういうポリポリっていう活動につながって、まあ、そういうたまたま偶然だったからこういうのができたけど、まあ、多分そういうのがなかったら無理だろうなと思って、やっぱり具体的に政治に関わるみたい な機会っていうのはすごいないと思ったので、その、まあ、それこそ室橋さんの、今議論とかすごい僕は共感しましたね。ありがとうございます。あ、榎本さん手挙がってます、どうぞ。はい、私もすごく今の話は全部共感をしてたんですが、特にその政治にこう、政治ってものに対しての意識だったりとかっていうのは、その政治的関心だけじゃなくて、こう文化的なこう
なんかインプレッションというか印象もすごく私たちのこう関係を操作してるなって思ってて、やっぱりその意識した会計みたいな話が出たと思うんですけど、そういうその政治イコール本当にこう頭のいいエリートの人たちがやることみたいな考え方自体がすごく教育の中でこう再生産されてしまってる印象があって、なんかこう政治に対してものを言うこと自体がすごくサブカルチャーみたいなあの感覚としてすごく社会の中で根付いてるなっていうのがあって、やっぱり自分たちの同世代でも伊藤さんもそうですけど、すごくあのたくさんそのノーエースノージャパンとかいろんな若者団体が活動してるんですけど、やっぱりそれにたどり着ける人もいれば、そもそもそういうものに対してアレルギー反応を起こす人もいるなってすごく感じて、だからその部分でやっぱり共感をどう広げていくか、いろんな層にも広げてどういけるのかなみたいなのは、自分自身もそのやっぱり友達を選ぶっていうのもありますし、その自分がこう政治の話をするときもこの子とはちょっと話せないから違う話にしようとか、そういうのもすごく身近なところであるなって思うので、なんかどうしたらいいのかなってまだちょっと分かってないんですけど、ちょっと自分の印象でした。ありがとうございます。上西さんお願いします。あ、マイク、はい、どうぞ。はい、入ってますか？入ってます。ありがとうございます。私の学校で、この原爆に関するなんか署名活動みたいなのがこの前あって、でもなんかそれに関してその積極的に働きかけをしている生徒さんがすごく少なくて、でそれこそ、まあ、先ほど皆さんおっしゃられていますけど、意識高い系みたいな感じで見られることが多かったなっていうふうに思います。でそれを例えば先生に相談しようにも、その、なんだろう、政治的中立性の考え方がやっぱり日本でまだ凝り固まっている部分があって、こう相談しようにもできないとか、早川先生のお話にもあったように、先生に相談すること自体が自分の内心に関わったりとかするので、やっぱり遠慮してしまう部分があるなって思っていて、だからその日本で将来的にその風潮の見直しっていうものがもっと促進されればいいんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。志賀さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと私が個人的にですね、大学時代の後輩が ESS でパラメンタリーディベートっていう即興型ディベートを日本の中学校高校で普及させる活動をやっていて、私それを応援してるんですが、このパラメンタリーディベートは英語議会のように野党と与党の党首会談みたいなディベートなんですけれども、15分前にその課題が出てきて、まあ、ほとんどの課題がやっぱり社会課題ですよね。最近聞いたやつだとマスクを義務化すべきかみたいなのをこうアファーマティブとネガティブに分かれてやる。でこういうディベートをですね、さっき早川さんのお話の中にそのプールについてディベートをしたっていうお話がありましたけど、やっぱりこういうのをやっぱり中学生ぐらいから教育の中に取り入れていくことによって、どちらにも立つ、アファーマティブもネガティブも立つ、両方の両論を学ぶという機会、こういうのを教育の中に取り入れていけばいいなということで、個人的に応援しているので宣伝させていただきました。ありがとうございます。早川さん、やっぱりその教育の現場のその中立性の問題だったりとか、今みたいなそのカリキュラムとかいろんな部分でそのディベートだったりいろんなその議論をしたりみたいなところなんですけど、これどうやって風穴を開けていったり、どうやって実際動かしていったりしたらいいんですかね。岐阜で、いろんな活動されてますけど、何かございますかね。はい、あるいは我々みたいな経済同友会みたいなところが何か貢献できる領域とか、どうしたらよろしいんですかね。ですね、まず学校にはカリキュラムっていうのがありまして、今回コロナ禍の中でも字数をきちんと確保しなきゃいけないっていうのが親御さんたちの大変大きな意識になりました。でそれはきちんとやらなければいけないことになってるので、それに対する、世の中の要求っていうのは非常に強いと思います。しかしそうした中でも工夫によってそのディベートとかそういうアクティブラーニングみたいなものもできるっていうことは時間は十分に取れます、それは工夫によって。で同時にそういう専門家が出てくると、これは活動があって中身がない学習だみたいな言う場合もあるわけですよね。と途端に学校もそれに対して
消極的になってしまうと。ですから今若い先生たくさん増えてらっしゃって、ご自身が大学の時にそういう学び方してる人もいるわけなので、そういう人の良さをうんと生かすような雰囲気をまず作るということと、それから企業人が入るということは子どもたちは本当に新鮮な驚きを持ちます。でそれは先ほども言ったように小さな物語に終始している、それで学級とか班とか部活とか狭い世界で子どもたち結構苦しんでるんですよね。でそこでいじめも起きてますし、で外の風が入ることは学級担任という一人の人格が子どもにもたらす影響が大きすぎるという仕組みになっているので、多くの風穴がやっぱり必要だということもありますので、ぜひぜひそうした貢献をしていただきたいということも思います。で同友会でも学校との交流を促進するということで、志賀さん以前委員長もされて、私自身も何回か足を運びましたけど、志賀さん実際あれ活動ずっと委員長やられていかがですか、その手応えとか。ところがですね、実は面白い議論になったんですよ。その主権者教育的なことをですね、経営者が学校に行ってやろうねって言ったんですが、そこで起こってきたことが、我々自身が主権者教育を受けてないので何をすればいいかがわからない。でいろいろ文科省なんかの資料を調べたんですが、ガイドラインがないんですね。先ほどの消極的中立性とか積極的中立性とか、どういうポジションを取ってどういうことを子どもたちにお話しすればいいかっていうガイドラインがないので、そもそも自分が教育を、そういう教育を受けてないので、実は結論的に言うと何もできなかったというのが結論なんです。ですからこれ一から始めないといけないですよね、どっかで。はい、主権者教育で我々本当に受けてないですし、学校の中でそういう政治的なことを話題にすることがタブーですし、与党が好きだ野党が好きだみたいなことを言うこと自体もタブーの中で我々が育ってきているので、これを変えていくというのは結構大変だなという気がしますね。谷口先生いかがですか。はい、2つの方向性が1つあるんじゃないかなと思うんです。1つは、政治を議論するそもそも習慣が必要である。でそのために主権者教育って話もあるんですけれども、それだとこれからこれまでも繰り返し話をしてきたように政治的中立性の議論というのがありますし、これは政府もいろいろ検討しているというのがあります。で、ここで申し上げたいのはですね、もう一つの方向性としては、これ議論の方向性としてはここまでの議論でも出てきてますけれども、政治に限らず議論する文化がそもそも日本には必要であるということなんですね。その論理的に物事を考えるっていう習慣っていうのは必要だ。学習指導要領でも言語活動の充実が強調されるようになってきていますけれども、ただ残念ながらですね、その岐阜市のような精神的なところばかりではなくて、依然としてですね、昔ながらのこの読書感想文と学校行事に関する作文が連続しているっていうような学校っていうのはまだまだたくさんあるわけですね。その作文通じてもちろん子どもの心象風景を具体化させるってことも大事なんですけれども、ただ運動会楽しかったねっていうだけじゃなくって、やっぱそのじゃあ運動会盛り上げるためにはどうすりゃいいのか、どうして棒倒しやっちゃダメなのかですね、理由 1,2,3 こういうふうにこのロジカルにクリティカルに思考させるっていう習慣を、これ政治とは関係のない部分からも常に小学生の時から積み重ねさせる。ですから社会化以前、政治的中立を心配する以前で、これもすでにいろんな実践例とか小さなその話っていうのはあるわけで、でそれがもの今日ね、そのご紹介いただいたような岐阜市のようなベストパフォーマンスもありますので、これをどういうふうに横展開していくか全面展開していくかっていう議論も一つあるんじゃないかなと思います。おっしゃる通りですね。三浦さんいかがですか、今のところの議論聞いてて。はい、議論をする風土を育てるっていうのは本当に大事で、これはですね、私の経験からいくと、その日本人は対立軸を持ち込むものを全て喧嘩だとみなしたり、批判的生産的意見を攻撃だとみなす傾向にありまして、でこれはやっぱり多様性が乏しかったことはすごくあると思いますね。つまり非常にその単層的な、なんか全部杉林みたいなものです。要は議論に加わる空間の人たちが一定の組織の長になってきた人たちだけでこう規制されていたりとか、ジェンダーが偏っていたり年齢が偏ってたりということですよね。なので非常にその何て言うか、
言わんでも分かるだろうっていう文化があって、あとはあの賢さを競い合う、私は一校文化と呼んでるんですけど、あのとにかくね、知っていることを全て言って帰りたいっていうね、あのだから知識の披露の試合って議論じゃないんですよね。でそれが問題解決型にいかない日本の一番の問題 であと N 校で私が指導した時にすごく面白い現象があったんですけど、その最初男女を、まあ、なるべく半々に取ったんですね。でなんか取る時には、最近では新聞社の入社試験では女子の方が普通になると高くなるっていうんですけど、それは小論文じゃなくて多分結構テスト結果だと思うんです。逆に小論文とか志望動機を書かせると女子の方が自己認識が低くてですね、そうすると男子の方が普通にやってるとやっぱ採用しちゃうんですね、主張も強いし。でそうした結果として、なんとなく女子の方がひょっとしたらパフォーマンス低いのかなと思いきや、最終的な発表会の発表者をやったのは結構女子だったりですね、あの途中から伸びていくんですね。でその中でやっぱり男子の子に一つありがちな、自分は政治家とつながってるんだ、今までの NPO 活動みたいな、自分がやってきたこと、自分が関心があることだけをぶつけるのではなくて、非常に双方向だったり、みんな違う問題関心だけどチームでまとめようよねっていうような、なんか自分が関心があることをもう一つ大きなレベルでの政策関心につなげていけたし、社会貢献を意識できるようになったかなと思うんです。ですからやっぱり議論文化を育てるためには、私のような、まあそのいわゆるガイドといいますかチューター的な存在はどうしても必要 でそれを学校の先生ができないっていうのであると非常に困るなと。逆に言うと教師ってやっぱり教えるために職業についてるわけですから、やっぱりそこはやっぱちょっと手取り足取り高校生の段階からやっていかないと難しいなと。やっぱり大学さんもちょっと違うレベルの勉強していく場なので、やっぱ中高はまあ本当に拡充していきたいし、そこでできることが例えばオンライン教育にすることによって、その人材って限られてるわけですけど、例えば私がオンラインで指導する方が多分対面よりだいぶあの労力は節約できますけど、単に聞くだけっていうだけでもチューター的ガイドを聞くだけでも、そしたらもう日本全国にばらまけるわけなんで、やっぱちょっとこう日頃ついておくメンター的な人と、やっぱりこう陥りがちな問題をはじめに示して議論のやり方はこうなんだよっていう話を、まあビデオとかオンラインで届けられるような仕組みを考えていくといいのかなと。やっぱり私だけだと、まあ、自民寄りだとか言われかねないんで、まあ、いろんな層から、ね、出てくるといいかなと思いますね。であともう一点だけ、あの N 校で麻生さんに始まり各党のリーダー大臣クラスを全部招いていったんですけど、やっぱり一番批判に強かったのは自民党だったんですよね。でやっぱり一番批判に弱かったのは立憲民主党で、あのやっぱり最初から被害者意識があると良くないんだなと。逆にあの共産党と公明党は今までいろんな差別を受けてきた歴史から、まあ結構期待値が低いところから、あでも結構面白いことを喋らせてもらえたなみたいな感じになってったんですけど、そのなんていうか議論を阻む一つの風土にやっぱり打たれまいとする意識があるかなと思います。ありがとうございます。あの今みたいな話聞いててどうですか、小沢さんとか鈴木壮太郎さんとか、なんか菅野さんとか、何かあの皆さんから感じていることとかあります？鈴木さんちょっと喋ってみようか。そうですね、やっぱりこうなんかこう学生たちが意見を言えるようになるためには、やっぱり中高からもちっちゃい頃から意識を変えていっていただかないとやっぱり難しいのかなっていうふうに思っています。でもその中でもあの実はちょっとまだ話が戻っちゃうかもしれないんですけど、僕ちょうど英語のディベートをやってたことがあって、であの岐阜の全国大会とかにも出させてもらってたんですけど、あの本当にそれは勉強になりました。あのずっとこの日本で教育受けてきて、まあ、いわゆるちゃんと先生に言われたことをやっていかなきゃっていう風なところだったのが、自分の意見を持ってこうそれをぶつかり合わせるっていう場を作っていただけて自由に話せたっていうのがやっぱり
こうすごく頭が活性化されたっていうか、今までなかった視点を持つことができたなと思ってました。なのでそういうふうな学生がもう今この場では自分の意見をどんどん言っていいんだよっていう場を大人の方たちに作ってもらうってことはすごく大事なことなのかなというふうに思います。あとちょっとスウェーデンのことも話させてもらうと、なんか選挙前になるとこう若者たちが勝手にこうお祭りの屋台みたいのを立てて、こう選挙のイベントみたいのをやってたりするんですよ。まあ、そういうのも実際日本で学生でじゃあさす やりなよっていうふうに言ってもなかなかできないと思うんですね。そこはやっぱりこう大人の方たちに支えてもらってやっとできることなのかなとも思うので、そうだな、日本の学生たちが何かやりたいって思った時にこれを温かく支援してもらえるようなそういう環境もどんどん作っていただけたら嬉しいなと思います。今までのありがとう鈴木さん、はい、今度逆に鈴木先生、生徒さんのゼミ生さんのお話なんかも聞きながら、あと皆さんの意見なんかも聞きながら、いかがですか？まあ、そうですね、やっぱりその議論をしない、でもそれは何でかっていうと、もう本当に反省、自己反省だけなんですけど、大学入試が悪いとしか思えないんですよね。そこを向かってみんな高校以下がやってるので、そこがその結局はクイズやクイズをその答えさせるようなことばっかりやってるから向かわないですよね、そこにね。そのよく模擬投票の話なんかしてても、高校の時模擬投票とかやったけどどうせ別に関係ないし塾行った方がいいから早く帰りたかったみたいな話を聞いたりするわけですよ、入ってきた大学生に。そうなっちゃうよね、じゃあどうすればいいんだろう。これはもう先ほど谷口先生もお話しされてた部分と多分同じなんだと思うんですけど、そこをどうしたらいいんだろうっていうのもずっと考えちゃいます。そうですね、西田先生、今の教育だったり、まあ、ディベートの話だったりいかがですか？そうですね、議論の文化を育てる必要があるというのはもうまさにその通りだと思います。で、見方を変えるのであれば、何がまあ議論を阻害しているのかということをまあ考えていくと良いんじゃないかと思いますね。で、まあ、政治的中立性の議論出てるかと思います。で、これはやはり日本の場合強くこう抵抗感がまあるわけですね。で、先ほど来から、まあ、なぜ抵抗感があるかというと、まあ、歴史的に見てみると、実際にそうですね、学校の場が政治活動のまあ、温床というのかなった経緯があり、でそれから、まあ、判例なども残っているとこういうことに起因していると言わざるを得ないんだと思います。しかし、まあ、よくよく考えてみるとですね、今どうかということを考えてみると、若手の先生方も含めてですね、そのような状況にはまあない、まあ、ないというのかですね、その古典的な意味での政治的イデオロギーを持って運動するという状況にはないんだと思います。そうであれば、自由活発な、まあ、そのエビデンスベースの政策の問題や、それからイシュードリブンの話もありますが、今の生の政治について触れられる、まあ、もちろん政治的中立性の観点も踏まえながらですね、議論できるような環境を作るということが必要なのではないかというふうに考えております。で、これはやはり今先生方もですね、抵抗感が強いんだと思います。で、歴史紐解いてみると結構面白いことが言われてておってですね、小高友という有名な法哲学者がいます。この政治的中立性の問題について、これはもちろん重要だと、しかし政治と教育を比べてみたときに教育の方がはるかに、まあ、弱いと、政治の影響を受けやすいと、したがって、教育の環境をどうやって守るのかということを考えないと、学校現場で、その政治的中立に配慮しながら今の政治の問題を扱うことはできないということを、まあ、かなり昔のことではあるんですが言っておるんですね。まあまあ、そういうことをどうやって、まあ、ネガティブリストということを申し上げましたが、あるリストをきちんと、まあ、守っておれば、それに抵触しない限りにおいては、教育の裁量が強く守られるのであるというようなルールをですね、教育現場に導入していくことというのが必要なんじゃないか、まあ、それを通じて今の政治的な問題について触れられる、安心して触れられる環境を作ることが重要ではないかと思います。以上です。ありがとうございます。今のところのその議論の文化だったりとか、ある意味そのベースになるのは多様性っていうことになってくると思うんですけど、メディアサイド の、 船月さんとか今村さんとか藤川さんとか林さんですとか、せっかく出席いただいてて、何か今の議論についてご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。手を挙げていただいて、藤川さんお願いします。ありがとう。今お話伺ってて非常に思ったのは、やっぱり大人の側がまず変わっていかないと、その
非常に思ったのが、なぜって聞かれること自体に大人が慣れてない時代が結構10年20年前あってですね、我々記者の時にはどこどこ行けって言われた時に、なんでですかって聞くのはもう生意気で、はい分かりましたって言って走り出していく人が可愛げがあってですね、なぜってなんでですか、どうして行かなきゃいけないんですかっていうのはなんか生意気だとか反抗的だと思われてたんですけれども、で私もある程度の年齢になってから、なんでそれやらなきゃいけないんですかって聞かれると若干こうカチンとくる自分がいたりしたんですが、よくよく考えてみたらですね、それは反抗ではなくて、どういう目的を持ってでどういう形でやればいい結果が出せるのかということをただ単に知りたいとか、あるいは他の人じゃなくて自分が行った方がいいっていうふうに考えたいとかっていう、その前向きな理由で聞いてるということであって、何も反抗されてるわけじゃないんだと。こうどうしてもですね、議論をぶっかけられたとか疑問をぶつけられたとかっていう、大人の方がちょっと被害者意識を持ちやすいところがあるので、最近企業の組織改革に成功したという経営者の方の話を伺う機会があったんですけれども、やはりその若い現場の方が心理的な安全性を担保された中で意見を言えるようにすることが大事だというようなお話がありまして、まあ、具体的にはその偉い人から順番に意見を言うのをやめて、若い人から意見を言ってもらうようにするとか、あるいはその若い人が一言言ったら、いや君それは今までこういう議論があったからもうねそれは議論は出尽くしててねみたいなことを言って先に答えを言ってしまうようなことを大人がやらないとかっていうようなことと、あとはその意見を言うことによってハラスメントを受けたり、あるいはその職場で不利益を受ける、学校で何か内申点で嫌な目に遭うとかっていうことはあってはいけないことだし、そういうことについては抗議をする権利があるんだということも含めた教育をしていかないといけないんだろうなというふうに思ってます。ありがとうございます。だいぶ第2部もですね終盤にやってまいりましたが、最後の部分でですね、まあ、やっぱりその多様性だったり藤川さんのおっしゃるいいから黙ってやれみたいな、今企業の現場はだんだんそういうのが通用しなくなってきてまして、そのど真ん中にいる真下さん、だいぶ最後になってきたんですが、まあ、その今の多様性の議論だったりとか、まあ、そのディベートをあれする文化だったりとか、その辺踏まえてちょっと最後のここから少し若干クロージングに入っていきたいんですけど、真下さんの方から何か意見ありますでしょうか。あれ、真下さんいなくなっちゃった。聞こえます？あ、ごめんなさい、聞こえますか？大丈夫ですよ。すいません、ちょっとボタンを、変なボタンを押しちゃいました。失礼しました。すいません、大変素晴らしい議論を聞かせていただいてありがとうございます。本当にこの議論だけじゃないんですけど、結局、行き着くところは、初等教育どうするのかっていうところに、かなり、帰結してしまうのかなって気はしていて、ただこれをこれから直していくってことは本当に20年越しでやっていかなければいけない、15年から20年かけてやっていかなければいけないことなので、これをしっかり取り組むと同時に、どうやってもうちょっと速攻性のある取り組みをしていくのかって2つに分けて考えていかないといけないのかなってすごい感じさせられたなというふうに思ってます。速攻性がある話で言えば、その何でしょう、投票の義務化みたいな話なんかも国によってはやってますけれども、そういった議論は一部即効性のある話として、ペナルティなんか全くなくていいので、そういったことで意識を変えるみたいなこともあるのかもしれませんし、今 の最後の方に話題出てた、いろんなその文化的なところっていうのは多分すぐには変わらないですよね。でさっき のついつい先に回答を言ってしまうみたいなことも、おそらく年を取ってくるとみんな同じ傾向になるのは現状すぐに変わらなくて、これ変えるって言われても多分すぐ変わらないんですよね。だから根本的なことを変えるのはおそらく教育を変えていく根本的なところからやっていかなければいけない。でこれはスタートアップをこうもっと活性化させるとか、そっちの議論も同じ議論にやっぱりなってきて、で結局そのグローバル化っていう観点でも結局その子どもの頃からの英語教育も含めたところになってきて、多分いろんなものがそのやはり日本の初等教育のレベルをどうやって変えていくのかというふうに行きそうな気はしているので、そういったそのロングタームの議論と、多分非常にショートタームでどこまで何ができるのっていうテクニカルなところの議論と分けて、考えていく必要もまた出てくるのかなというふうには感じておりました。すいません、ちょっと急なあれで大した回答できなくてすいません、そんな感じです。いや、もう本当おっしゃる通りです。ありがとうございます。
新芝さん、一部二部全体通して感じられたことを含めていかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今日も大変刺激を受けましてですね、大変勉強になったなと思っております。で、まとめる立場ではないですけど、2つ感じたことをお話しすると、1つはですね、谷口先生がおっしゃってたその政治的な議論をする習慣化っていうテーマが1つありましたけど、まあ、これについてはですね、2つ回答があって、1つは皆さんおっしゃってた課題ドリブンであるということ、でそのツールとしては例えばポリポリなんかはそういういいツールなんだろうなというふうに思いました。ただ一方でですね、この解決法だけだとですね、なかなか政治の広い分野が網羅できないんではないかなっていう、ちょっと物足りなさは一方で感じているということですね。それともう一つの、その習慣化する上ではやっぱり、林さんがおっしゃったようにその、バランスよさよならとおっしゃっててですね、村橋さんいつもおっしゃってる積極的中立性っていうのは私もいつも大好きなんですけど、もっと皆さんがですね、何々がいいとか何々嫌いだってことをはっきり言わなきゃいけないんだろうと思うんです。まあ、野球とかサッカー見ててもそうですけど、やっぱり応援するチームがはっきりしてるってことが大変分かりやすくなる、まあ、そういったものが必要なんじゃないかって2つ目は思うんですが、ただこれもですね、これだけではエンターテインメント化するっていうか、バラエティ化してしまうので、政治の奥深さっていうのがなかなか全部網羅できないんじゃないかなというふうに、やや物足りなさもそこでやっぱ若干残るなというふうに思います。でそこでもう一つなんですけど、やっぱりもともとの課題設定にあった、そのどうして皆さん無関心なんだろうということなんですけど、これについては3つあると思っていてですね、1つは例えば最近 の香港とかミャンマーの状態を見ていて、もっと危機があれば、危機感があれば皆さんもっと参画するんだろうと、これはまあ今日本にはないなということが1つです。すみません、もう少しで2つ目はですね、やっぱりその無力感って、三浦さんおっしゃったり、あるいはいつも村井さんおっしゃる有効性の感覚がない欠如ですね、これはまあ私の言葉で言うと諦めちゃってるんだろうと思うんですね。この私がやったって投票に行ったってどうしようもないねって、この諦めっていうのがやっぱり問題がある。ただこの2つはですね、ただ私別のものを見つめりたいんですけど、なぜかというと、この2つは個人にとって、あるいは国民にとって、あるいは若者にとって何とかしろよって話なんですけど、我々ちょっと大人という立場で言うとですね、どうしても経営者ですから思うんですが、仕組みを変えなきゃいけない、だから政治の形を変えていかなきゃいけないっていうところに我々の役割もあるんではないかっていうのが、最後今日議論ではなかったんですが、どうしてもあると。例えば平成の政治改革でやり残したことには、政党政治どっちか選びましょうとかっていう、そういう分かりやすさですね。それと例えばその観点でいくと、マニフェスト政治、これもなかった、二大政党制もできなかった、こういったことをですね、やっぱり着実にやっぱりもう一回やっていかないと政治の分かりやすさは生まれてこないだろうと思ってて、今我々が今最後に思っているのは、例えば国会議員って言った時に衆議院と参議院2つありますけど、この参議院なんであるんだっていうことをですね、まあミッションあるいはパーパスという観点から考えても、こういったところですね、正面からやっぱり議論していくことも、これからの政治を考える上で大変重要ではないかなというふうに思った次第です。すみません、長くなりました。以上です。ありがとうございます。ごめんなさい、増田さん、何か言い忘れた？ごめんなさい、一瞬だけ、一つだけ言い忘れたことがあって、うん、多分経済同友会として一つやれるかもしれないなと思ってることとして、親が投票に行けば、いずれ子供も行くようになるじゃないですか。だから少なくとも多分、経済同友会に加盟している企業の社員に徹底的に行けと呼びかけるだけでも大きな変化が出るんじゃないかなとはちょっと思っていて、それも少し時間はかかりますけれども、そういったこともコツコツやっていく必要あるかなと感じました。いや、本当に長時間ありがとうございます。